こんにちは、フースターの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというね、カルチャートークチャンネルでございます。では今回ですね、見てまいりましょう、インディ・ジョーンズ運命のダイヤルでございます。久々においって感じです今回ネタバレなしで1本やりまして、で後日ね、ネタバレありでもう1本出そうかなと思ってます。はい、それじゃあやっていきましょう。最近なるべく初日に、見に行くっていうのをやってまして、でそれで言うとね、フラッシュ前にやりました。フラッシュよりはお客さん入ってたなという感じです。なんならね、女子高生2人組とかで来てたね。女子高生2人でも興味持つんだね、いいことだなとめちゃめちゃ思いました。で、まあ他もいろいろ見まして、フィルマークスとかね見たら概ね好評でしたね。まあちょろちょろ不評というか、結構ね、なんかダメな人は本当今年ワーストぐらいダメな人がいてね、あーなるほどねという感じですね。でツイッター見るともうちょい賛否両論っぽい感じだなと思ったりしましたね。でそれで言うと僕はね、全然乗れなかったいやこれ悲しいな、過去4作全部見ていったのにマジで乗れなかったなという感じ。インディーファンの中でも結構賛否が分かれてるなという、イメージですね、僕の中では。この作品シュークリームだと思ってね買って食べたら、中身がね、あのクリームじゃなくてプリンだったみたいな感じなんていうかな、うん、なんかそんなまずくはないんだけど、これ違うなっていうね。ここの店のシュークリーム昔は普通にクリームだったんだけどなみたいな感じで、なんかちょっと違うというか、これインディーかっていう感じがねとってもありました。まあどういうシリーズかと言いますと、言わずと知れたアドベンチャー大作ですね。はい、でこれまで4本作られてまして、まあ最初に3部作があって、で2000年代入って1本あって、で十何年ぶりかね、かなりまた空いて久々に5本目という感じ で今作でハリソン・フォードはインディ・ジョーンズ卒業というね感じでございます。まずね、ハリソン・フォードマジでお疲れ様でした。いや素晴らしいね冒険、ワクワク、届けてくださいまして、まずそこは本当にありがとうございますという感じですね。で、僕はですね、個人的に1と3かな、レイダースとあとは最後の聖戦ですか、はい、これが好きですね僕は。はい、聖杯ですね。これっていうのがそのなんだろう、インディ・ジョーンズらしさみたいなところがやっぱめちゃめちゃ出てるなぁと思ったりしますね。冒険活劇と、007ですね、はい、ジェームス・ボンドです。これを掛け合わせて、なんか面白いもの作れないかなっていうところでジョージ・ルーカスと、スピルバーグが、一緒になって作ったシリーズでございますね。はい、それもあって、最後の聖戦でね、初代ジェームズ・ボンドのねショーン・コネリーが出てきたってところで、しかも父親役でね出てるってところで、めちゃめちゃこのなんだろう、インディ・ジョーンズ誕生の父である007が父親役として出てくるってところで、もうかなり熱くて僕は好きな、作品ですね3は。インディ・ジョーンズはね高校学者で、自分のためってよりかは、まあ、博物館だったり魔球の伝説だとね、もう村を助けるために、まあ誰かのためにお宝をね探しに行って、自分のためじゃないってところが、まあこれがちゃんと、重要だなと思ったりしますね。でまあ悪役はいつもね、もうかなり欲深い人が出てくるという感じ。まあナチ、基本ナチですね。でまあ魔球の伝説だとブードゥー教とかね出てきたりしてね、超業が深いねあの人が人と対峙をすると、業の深さゆえに取り込まれてしまうみたいな、そういう展開というか流れがね毎回あるかなと思ったりしますね。であとは、まあ、インディ・ジョーンズ特に楽しいところはダンジョンですね僕としては、はい、毎回ねラストはねダンジョンに行ってトラップをねこう攻略して、進んでいくっていうのが、やっぱね僕 RPG、まあ、ドラクエとかね好きだったんでね、その RPG のダンジョンを攻略していくようなね楽しみがあって、そういうところは好きですねやっぱり。これまではですね4作品、スピルバーグがね監督をしておりました。はい、やっぱねスピルバーグ特に初期3作はですね、スピルバーグらしさめちゃめちゃありますね。はい、もう楽しい、もうアクションというかそのなんだ結構泥臭いアクションなんですけど、そこもなんか、楽しいし、あの嘘みたいなね効果音が使われててね、そこも楽しいし、あとは、なんでしょう、まあセリフのやり取りですね。まあ例えば魔球の伝説だとね、トロッコ乗ってて、でトロッコ止まってね、インディがね水だ水だっつって、水をくれみたいな感じでウォーターウォーターって言うんですけど、そしたらね奥からね洪水っていうか濁流が流れてくるんですよ、ブラーって。そしたら
水だっつって、またウォーター、水っていう単語一つでこの意味2個を持たせてこの笑いに転換できるというね、このセリフの感じも面白いし、仲間とのやりとりもなんかどんちゃんさ、なんかドタバタしてて楽しいし、まあこれほんとスピルバーグっぽいなって感じなんですけど、まあ大胆なカメラワークですね。こうクレーンがグワーって動いてきて、こうカメラの動かし方ね、まああとライティング陰で人物を見せたり、そういうね逆光のライティングだったりね、そういうところがやっぱスピルバーグらしいところがね随所にあって、もうこれも楽しいね、感じになってますねっていうのがやっぱねインディ・ジョーンズの魅力なんですけども、今回はねスピルバーグじゃなくてジェームズ・マンゴールドが監督をやっております。はい、ジェームズ・マンゴールドといえばローガンですよ。はい、アメコミ映画、まあ X-Men ですね、ヒュー・ジャックマンがやるウルヴァリン最後の作品と言われてました。なんか今度ねまた出てきそうな感じ今出してますけど、ローガンの最後の単品作品となってます。今のところねこれはねとんでもない傑作でして、年老いたローガンと、少女ですね、はい、この二人の、成長を描くというか、まあ代替わりの話みたいになってまして、でしかもかなりバイオレンスでね、素晴らしいんですよこれが。アメコミ映画好きな人は多分絶対見てるぐらいのね、大傑作なんですけども、この監督がこれを撮った監督がね今回やるということでめちゃめちゃ期待してました。はい、あとフォード VS フェラーリとかもねやってますね。ジェームズ・マンゴールドだったら大丈夫じゃないと思って見てたんですけど、これはねダメだねこれはやっちゃったなという感じですね。はい、全然ハマんなかったですね。はい、じゃあまずね良かったとこから話していきましょうか。はい、まずね、CG 予告でもあったんですけど、インディのね若い頃の、CG ですよ、顔の CG ね、これがね本当にすごいですよ。はい、まずマジで違和感がない、妙に浮いてる感じも全くないしね、はい、これ素晴らしいですよ。そしてねファンサービスっていうところですね、シリーズの、過去作からの、人物だったりねオマージュしたシーンだったり、あるんですけども、別に見てなくても楽しめます。これは、これはねあの入りやすくていいと思います。まあ、いきなり運命のダイヤル見に行っても全然わかる、内容になってますね。シリーズ恒例のね、シーンいっぱいありますよ。まあ列車が出てきたりね、あとは何でしょう、虫とか、出てきますよ。あの人久々に出てきたわと思って、あの全然痩せすぎててわかんなかったわみたいな感じもあったりしましたね。わかる人にはわかればいいけど、その新規の人にもちゃんとわかるというか、新規の人にもその事情が知らなくても楽しめるような作りになってるっていうのは偉いなと思います。はい、マッツ・ミケルセンがむちゃくちゃかっこいいですいやたまんないよ、かっこいい。もうイケオジ代表としてね、今やもうツイッターとかいろんなところでね、出てますけど、ニコラス・ウィンディン・レフンと一緒にね、なってこう売れてきた俳優ですけど、もうメガネのマッツ・ミケルセンがもうずっと見れますから。はい、でこっからね気になるポイントなんですけども、いやーどうしてもねアンチインディ・ジョーンズすぎるんじゃないかなと。インディが活躍しそうになるとバーンってね、インディが活躍あんましないんですよね。うん、これが気になるところかな。一番年取ってるね、もう本当におじいちゃんのインディ・ジョーンズですよ。これがまあ活躍しづらいのは、うん、まあわかるんですけど、まあ、それを見に行ってるからなという感じなんですよね。インディ・ジョーンズが活躍する姿を見に行ってますんでね、なんかねそこの消化不良がかなり大きいですね僕としては。うん、これも致命的なのがテンポが非常に悪い、これはかなり問題だと思いますね。まあもそもそもね、インディ・ジョーンズ過去4作ですよ、2時間前後で収まってるんですよ。で今回はね2時間半ぐらいあるんですよね、そもそも長い、はい、そこまで長くして、やる必要あったのかとかなり思いますね。てかまあそもそもねジェームス・マンゴールドがスピルバーグとこの比較されちゃうっていうのがまあちょっと本当にかわいそうではあるんですけど、なんですけど、まあ、本当初期3部作本当に流れがすごい、あのもう追っかけっこがあって終わったらめっちゃ話進んでるんですよ。気づいたらあれうわすげえ移動してるわみたいな、なんか本当に気づいたらもうどん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 次の展開になっていくと、このテンポの良さがもう他のハリウッド映画の中でも異常にテンポがいいんですけど、そこがかなり損なわれてるなという感じですね。うん、これはもったいないですね。まあネタバレなしで言えるとしたらこの2つが、とても大きいなと思います。いやインディの最後の作品これかっていう感じですね。なんともめちゃめちゃモヤモヤして、ね、帰りましたね。本当にもやっとしたな、久々にっていう感じですね。はい、よければ高評価チャンネル登録お願いいたします。それじゃあねネタバレありへんでお会いしましょう。
それじゃあまた。